はいどうも、佐々木です。今回はこちらジャッカルの2023年の新商品アビーミノ 38SF でメバリングをしていきたいと思います。見た目はこんな感じで、一般的なミノよりも幾分ずんぐりした形をしています。長さは 38mm、 重さは 2.4g で、スローフローティングタイプのルアーになっていますね。ゆっくり巻いた時やわずかな風や潮流でもきっちり動いてくれるハイレスポンスでハイアピールなアクションになっているそうです。使い方はただ巻き、ドリフト、トゥイッチ、ストップ&ゴーなど使い方を選ばないんで、とりあえず最初に投げるパイロットルアーに向いていますね。中心移動タイプのルアーになっているんで、飛距離もそこそこ出せそうな感じです。あとプランクトンスケールっていうのを採用していて、ボディの内部にプランクトンや網の集合体をイメージしたデコボコが彫られていて、常夜灯や月明かりを乱反射してアピールしてくれると、そういうことのようですね。はい、というわけでやっていきたいと思います。本日は波風ともに穏やかで、非常にライトゲーム日和というか平和ですね。風がないんで寒いっちゃ寒いですけど、全然快適に釣りができるっていう、そういう感じですね。ここで釣れてくれれば全然いいんですけど、釣果の方はどうでしょうかという感じですね。2.4g で重心移動タイプのルアーってことで、同じ重さのルアーに比べたら、ある程度飛距離も出せますよと、そういう感じのルアーになってるんじゃないかなと思いますけど、使い方としてはただ巻きしてもいいし、ストップ&ゴーでもいいし、トゥイッチ入れてもいいと。ある程度ライトゲームでするようなことだったら別に何しても OK ですよと、深く考えないで使えるんで、とりあえず最初の一投とかその場所を探るために使うみたいな、そういうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。ただスローフローティングタイプのルアーなんで、フォールとかでじっくり見せてとかっていう感じではないですよね。ちょっと浮いてる魚を狙うために使うみたいな、とりあえずこれでサーチして釣れなかったら他のやつとか、そういう感じでいいんじゃないかなと思いますね。あとアクションとしてはある程度ハイアピールっていう感じって書いてたんですけど、本当にただ巻きするだけでプリ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 泳いでるのが手元に伝わってきますね。さすがに超ゆっくり巻いたら伝わってこないですけど、釣りしやすい天気なのはいいんですけど、全然反応ないな。こうなってくるといろんなレンジ探れる新編の方がいいっていう感じなんですけどね。今日はこのルアー使うっていう感じなんで、頑張ってやっていきたいと思いますけども、この前使ったアビーペンシルスリムとこのアビーミノーなんですけど、メバリング専用設計で作るのは、ジャッカル初と、そういうことらしいっすね。意外っすよね。いろんな魚種に対していろんなルアー作ってるようなイメージあるんですけど、去年のあのミュートボールはハードルアー扱いではないんですね、一応。よくわかんないですけど、純粋なハードルアーとしては専用設計は初めてみたいな、そういうことなんでしょうね。来た、びっくりした。今回収する寸前に来ましたね。でも全然大きくない。はい、めちゃくちゃチビですね。はい、とりあえずめちゃくちゃちっちゃいですけど1匹目でしたね。とりあえず1匹釣れたのはほっとしましたけど、せめてもうちょっとサイズアップを測りたいですよね。
うわ来た。よいしょ。OK。ただサイズはさっきよりもでかいですけど、まあでもちっちゃいっちゃちっちゃいですね。ほい。はい、とりあえず2本目でしたね。はい、ありがとう。まあまあ全然釣れてくれればサイズはいいんですけどね。結構でかい。ちょっと待って、かなりでかいんですけど。よいしょっと。うわでっか。結構、いやまあまあいいサイズ来ましたよこれ。ちょっと引きはそんな大したことなかったんで、またそんなでもないのかなと思ったんですけど、全然持ち上げられなくてちょっとドラグ締めて抜き上げましたけど、いいサイズですね。だいたい 25.5 センチっていう感じですね。はい、ちょっとちっちゃいやつばっかでどうかなと思ったんですけど、最後いいの出てくれてよかったですね。うい、ありがとう。はい、皆さんお疲れ様です。今回はこのジャッカルの2023年の新商品ですね、アビーミノ 38SF でメバリングしてきたんですけど、まあ、ちょっとなかなか当たりも少なくて、で釣れてもちっちゃいっていう状況でどうかなと思ったんですけど、最後いいサイズ出てくれてめちゃくちゃいい兆候だったなと思いましたね。まあ、今日は基本ただ巻きとストップ&ゴーとかで誘ってたんですけど、まあいろんな使い方できるってことで使い勝手も良さそうなんで、皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。